Peggy 18. You know, I try to avoid doing this in my Sunday best. At least your lot still knows how to make an inch. みなさんこんにちは。ビヨネッタ2のディレクター、プラチナゲームズの橋本です。プラチナゲームズの黒田です。ビヨネッタ2ではプロデューサーを務めています。本日はいよいよ発売が迫ってきたビヨネッタ2の情報を私たちから直接お届けします。私たちはこのゲームをノンストップクライマックスアクションと呼んでいます。この言葉に込めたのは息もつかせぬ高密度のアクションで敵をぶっ倒していく爽快感、攻撃をギリギリで避けて一気に畳みかける緊張と緩和、一瞬たりとも目が離せない迫力あるシチュエーションの数々、その全てが融合した楽しさを直感的に味わえる脳髄直結のアクションゲームだということです。ただこれだけではあまりよくイメージできないかもしれません。今日はベヨネッタ2の特徴と魅力をおさらいも含めてたっぷりとご紹介していきます。どうぞ最後までお付き合いください。主人公の魔女ベヨネッタはアンブラの魔女と呼ばれる一族の生き残りで、魔女ならではの様々な魔術を操ることができます。美しい容姿と内に秘めた残酷さが魅力のメガネ魔女です。両手両足に装備した4丁の銃を駆使するバレットアーツという格闘術を得意としています。彼女の魔力は髪の毛に宿っています。服も髪の毛でできていますし、髪の毛を触媒として魔人や魔獣たちを魔界から呼び出しながら戦うのですが、そっちに魔力を使う分服がはだけてセクシーな姿になってしまいます。ユーモラスな一面もありますが、性格はド S なところがあり、微笑みながら無慈悲に敵を葬ります。ベヨネッタの他にもストーリーを盛り上げる一癖あるキャラクターたちが登場します。ベヨネッタ2のストーリーをご紹介します。本作でベヨネッタは自分をかばったために魔界へと魂を引きずり込まれた親友のジャンヌを救うために魔界に向けて旅立ちます。その道中で立ちはだかるのは魔女の宿敵である天使たち、そして凶悪な悪魔たちです。人間界だけでなく天界や魔界も巻き込んだ壮大なバトルが繰り広げられます。さらに不思議な力を持つ謎の少年ロキやビヨネッタの行く先々に現れる仮面の賢者も加わり、物語は思わぬ方向へとエスカレートしていきます。果たしてビヨネッタは親友の魂を救えるのか、それはあなたにかかっているのです。ビヨネッタの敵である天使や悪魔のデザインの多くは前作から引き続き私が手掛けました。天使は前作と同様に神々しいけれどもどこか禍々しさを秘めたデザインにしています。天使はヒエラルキーと呼ばれる天界の階級に属しているので、それぞれの階級に合わせた見た目になるよう意識しています。
また今作で初登場となる悪魔は無秩序で力が全てを支配する魔界の住人たちです。天使とはまた違った不気味な禍々しさを表現するため、生物的な天使とは対照的に無機質さをデザインコンセプトとしています。登場する敵の数は前作より大幅に増えています。多種多様な特性を盛り込んだ天使や悪魔たちがどんな攻撃を仕掛けてくるのか、本編での遭遇を楽しみにしていてください。ここからはベヨネッタのアクションについて詳しく紹介していこうと思います。まず基本となるのが、両手両足に武器を装備して繰り出す多彩なコンボです。 X ボタンを押すとパンチ、 A ボタンを押すとキックで攻撃することができます。それぞれのボタンを押したままにすれば、その姿勢のまま銃撃します。ボタンを連続して押していくことでコンボがつながっていきます。組み合わせ次第でさまざまなコンボが発動しますので、いろいろ試してお気に入りのコンボを見つけてください。非常にたくさんの種類のコンボがあるので、適当にボタンを押していても思いがけない強力なコンボが出たりもします。またただボタンを連打しているだけで自動で戦ってくれるオートマチックモードや Wii U ゲームパッドを活用したタッチ操作もご用意していますので、気軽に遊んでいただくこともできます。多くの強敵がベヨネッタの前に立ちふさがりますが、戦局を有利に進めるのに欠かせない重要な要素がウィッチタイムです。これは敵の攻撃をギリギリで避けることで発動する、周囲の時間を極端に遅くすることができる能力です。ギリギリで避けなければウィッチタイムは発動しません。ちょっと勇気がいりますが、そのご褒美として敵を隙だらけにすることができるので、思う存分コンボを叩き込んでやりましょう。ウィッチタイムを成功させたり、敵を攻撃していると魔力が溜まっていきます。画面左上にあるのが魔力のゲージです。一定量溜まるとそれを使った大技を繰り出すことができます。まずは前作からの要素でもあるベヨネッタのサディスティックな側面が炸裂するお仕置き技、トーチャーアタックです。かつて同胞の魔女たちを苦しめた禍々しい拷問器具を召喚して敵を手ひどく痛めつける技です。敵によって召喚する拷問器具が変わったりもしますので、いろんな敵をお仕置きしてあげてください。もう一つが新たに本作で追加されたアンブランクライマックスです。蓄えた魔力を解放することでベヨネッタの攻撃力や攻撃範囲を一時的に強化する技です。この状態では魔界から召喚した魔人や魔獣たちも通常攻撃時より一層派手に暴れまくります。敵の数や強さに応じて一点集中型のトーチャーアタックと広範囲型のアンブランクライマックスを使い分けて戦うことになります。武器はストーリーが進むにつれていろいろな種類のものを手に入れることができます。近距離に強い武器、一撃が強力だけど隙の大きい武器など、いろいろな種類の武器があり、同じ武器でも手に装備するか足に装備するかでコンボの内容が変わってきます。両手両足にどの武器を装備するか、多種多様なカスタマイズができますので、自分のプレイスタイルに合った組み合わせを探してみてください。武器の組み合わせは同時に2種類セットすることができ、バトル中にシームレスに切り替えることができます。撃つもよし、切り裂くもよし、焼くのもよし、戦い方はあなた次第です。
ではこれまでご紹介したアクションを実践してみましょう。今回はですね、 A セットにラブイズブルー、まあ、初期装備ですねをしているのと、 B セットは手に弓、足にムチを装備しています。じゃあ、パンチキックでさまざまなコンボが出るので見せていきましょうか。そうですね。で、飛んでいってる弓矢なんですけれども、敵には毒の効果があったりします。ムチなんですが、敵を投げつけるといったことも可能です。では次行ってみましょうか。まあ、この羽のような天使なんですけれども、これは変態を組んでくる敵ですね。で、今みたいな敵の攻撃をギリギリでかわすと、あ、出ましたね、打ちタイムが。次は B セットの手に弓と足打ちで行ってみましょうか。どうですかこのセット、黒田さん的には。なかなか通好みの通好みの通好みのセットなのでうまく使えるか。ちなみにムチは前作にも武器としては存在してたんですけれども、今回改良を加えて、両手と両足に装備することができますね。こんな大型のやつもこう打ちタイムでかわすと軽々こう投げれるんですよね。これ気持ちいいんですよね。そうですね。今弓攻撃で敵が毒を受けた状態になっています。毒ダメージでじわじわ弱らせるっていう。そうですね、弱らして敵を殴り殺すっていうベヨネッタらしさが出ているのではないかな。いいですね。黒さんピンチですね。またこういった見せプレーを そうですね、あえて自分を追い込むと。好きですね。それで全力。あ、ちょっとすみません。魔力が溜まっている。じゃあ行っちゃいますか。はい。発動。えい。危ない。失敗した。まだ行けます。倒しちゃってもいいですか。打ちタイムでかわして、あ、普通に蹴りで倒し、はい、そうですね、すごいひどい成績でした。ここからはゲームのモードについてご紹介します。ストーリーモードはチャプターと呼ばれる章に分かれており、さまざまなステージが登場します。通常のアクションだけではなく、空中戦や水中戦、乗り物に乗りながらのバトルなど、多彩な戦い方が楽しめます。つなげたコンボの数やクリア時間や受けたダメージによって強化が出ますから、何度も繰り返し遊んで華麗な立ち回りを極めていくというスコアアタック性もあります。歯応えのあるゲームが好きな方は、最高評価のピュアプラチナを目指してぜひやり込んでみていただければと思います。ストーリーモードではステージのところどころにムスペリヘイムという秘密の小部屋が隠れています。この部屋の中では攻撃方法に制限があったり、決められた時間内で敵を全滅させたり、さまざまなお題が与えられ、腕試しをすることができます。では実際に一つプレイしてみたいと思います。それでは進めてみましょう。これ今回初登場になるムスペルヘイムですよね。はい。で、お題は、お題は一致タイム中に倒せ、ウィッチタイム中のみダメージを与えられるというお題ですね。それで全力。このように今ウィッチタイムかかってない状態だと攻撃が弾かれるんですよね。はい。
でウィッチタイム中だとこの行為が可能できる。ただまあ制限時間があるんですよね。はい、ですね。まあこのお題の場合のコツとしてはとにかくウィッチタイム中に攻撃をいかに当てるかっていうところですね。叩き込むと。はい、でここのミッションに関してはアンブランクライマックスではなくてトーチャーアタック。ウィッチタイムが終わった後もトーチャーアタックはですね、うん、攻撃を維持し続けてちゃんとダメージを与えることができるので、はい、まあ、このお題の時にはトーチャーアタックがおすすめです。それで全力。そうだ、制限時間が危ない危ない。おっとちょっといけるか。見せますね。またうまいですね。やったいけましたね。まあ狙い通り計算通り。はい、さすがですで見事お題をクリアするとこのようにご褒美アイテムがもらえます。ムスペルヘイムは簡単にはクリアできませんが、与えられた制限の中でプレイすることで普段は使わない新たなコンボやテクニックを発見できるかもしれません。我々プラチナゲームズからの挑戦状となっている要素ですので、少し操作になれたらちょっと寄り道をして挑戦してみていただければと思います。ゲームを進めていくとヘイロというお金が貯まっていきます。これを使ってロダンの店ゲイツオブヘルで武器やアクセサリー、コスチュームなどの買い物をすることができます。ロダンは魔界の武器職人です。ステージを進めていくと手に入る天使の歌声というレコードを渡すと新しい武器を作ってくれるのですが、両手両足に同じ武器を装備したいときにはヘイローを使って武器のクローンを購入することができます。アクセサリーは装着することで攻撃を補助するものや身を守ってくれるものなど様々な効果を発揮します。自分のプレイスタイルに応じたものを選んで購入することができます。ベヨネッタのアクションを拡張するスキルも購入できます。これでアクションの幅がさらに広がりますね。そしてコスチュームです。コスチュームを購入することでベヨネッタの衣装をいろいろと変えることができます。ベヨネッタ Wii U 版の発表の際からいろいろとお問い合わせいただいておりましたが、ベヨネッタ2にも任天堂キャラクターとのコラボコスチュームが収録されています。あの大魔王の手足が召喚されたり、敵を倒すとルピーが出たり、コスチュームごとの要素をいろいろと発表していますが、本作専用アクションも用意していますので楽しみにしていてください。さらに本作専用にもう一着新しいコスチュームを用意しています。説明するまでもないかもしれません。あの銀河一有名な狐、雇われ遊撃隊のエースのパイロットスーツを大胆にアレンジしております。最後に今作で一番の挑戦でもあったオンライン専用の2人協力モードタッグクライマックスをご紹介します。タッグクライマックスではバースカードというカードを使って戦うステージを選択します。プレイヤーキャラクターとしてベヨネッタ以外のキャラクターを使うこともできます。姿だけでなく性能も違ってきます。すでにジャンヌが使えることは公開していますが、今回はもう一人新しいキャラクターを紹介します。ゲイツオブヘルのマスターで前作からおなじみのキャラクターであるロダンです。タッグクライマックスはオンラインで遊ぶ別の遊びというだけでなく、報酬としてヘイローを獲得し、それを使ってストーリーモードで技や武器を買ってストーリー進行を楽にしたり、タッグクライマックスでさらに強い敵と戦うという循環が起こるようにしています。ヘイローをかけることで難易度を上げ、もらえるヘイローを増やすこともできます。高難易度では2人がかりでも常に油断できないほど
敵が強くなるのでかなりやりごたえがあると思います。タッグクライマックスはオンライン専用モードですが、今日は特別に黒田と2人で遊んでみます。じゃあタッグクライマックスをやっていきましょうか。はい、ここはベヨネッタなんですが、コスチュームを変えてチャイナドレスでいきたいと思います。はい、私は今回初公開となるキャラクターを使用したいと思います。ヘイロかけれるんで、ちょっと行き過ぎですかね。どうですかね。これぐらいにしておきましょうか。はい、最初なんで、はい、はい。じゃあ、行ってみましょう。はい、全6ステージあって、1ラウンドごとにどちらの方がポイントを稼いだかっていう勝敗が出るようになっています。うん、で、まあ、6戦トータルでの結果っていうのも最後に出ますね。はい、それによって得られるヘイローの量っていうのも変わってくるので、協力プレイなんですけれども、うん、まあ、対戦的な要素も含まれているという。やっぱヘイローをこう多くかけていくと熱くなるというね。そうですね。ロダン大丈夫なんですか。ロダンは結構癖があるので、なかなか癖というと、攻撃がとても重いので、まあ、結構こう重量重い感じで溜めてドンみたいな。倒しましたね。倒しましたね。さあ勝者は、あ、勝ちました。負けましたね。地味にショックですね。さて、あ、行きますね。行っちゃいますか。はい、はい、じゃあ4戦ヘイローかけちゃいます。その分かなり敵が強くなりますからね。タッグクライマックスやってるとディレクターとかプロデューサーとかあまり関係なくなります。じゃあちょっとガチでどっちが強いか、はい、行きますか。行きますか。あ、危ない危ない。強いですね。強いですね。死んでますね。こうやってほっとくことも可能と、ちょっと助けましょうよそこは。 ありがとうございます。やばいやばい、今度防火死んじゃいましたね。おっと、ロダンがロダンウィッチタイムないんできついんですけど、いけるか。いけた、いけた。ありがとうございます。怖い、もう逃げるだけで精一杯になってるんですけど。うわー、まだ食らった。まあ、二人とも今死んじゃいましたね。まあ、あんまり欲張りすぎも良くないということで、はい、こういった形でタッグクライマックス楽しんでいただければと思います。はい、ベヨネッタ2ダイレクトいかがだったでしょうか。ベヨネッタ2は欧州で10月24日に3つのバージョンで発売されます。ファーストプリントエディションは前作ベヨネッタとベヨネッタ2の両方のディスクに加えアートブックがついてきます。これらはベヨネッタファンにはおなじみの天使の書を忠実に再現した特別なパッケージに入っています。またベヨネッタとベヨネッタ2のディスクがセットになったスペシャルエディションとベヨネッタ2のみの通常版も用意されます。ダウンロード版をご希望の方は任天堂 e ショップからベヨネッタとベヨネッタ2をそれぞれ個別にお求めいただけます。どちらか一つをご購入されますと、もう一方は割引価格で購入できます。本作ならではの爽快感全開のノンストップクライマックスアクションに興味が湧いた方はぜひ手に取ってみていただければ幸いです。
本日のプレゼンテーションは以上です。ご視聴いただきありがとうございました。最後に最新の映像をご用意しましたのでご覧ください。Very well then, Bayonetta. You shall be the first Umbral Witch to die at my hands. I swear it on my honor as a Lumen Sage. Our friends in Paradiso are far too quiet, but they aren't the only ones. Our friends down south seem to be a bit upset as well.I'm not one for pets who don't listen to their masters. Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? Jean's gonna wander Inferno's suffering for eternity. Dim's the brakes.'Cause I don't see no way of saving a soul lost in hell. What about the gates? I can't stop you from trying to use them, but I don't think you've got a chance down there. Welcome to hell, love. Too late to repent.You know, love, you're probably the only person on the planet who says, go to hell, and means take me there. So nasty, her mother's hostels to a third key. I came to pick up a friend. Almost her curfew. Cripple crowns across Madrid. Adramuk, Asian Gohakma, Erizada. John! Time's almost up. Bayonetta.You better start creating miracles. So, our fates and our paths cross once again. I'm remembering what I really am. Why must you keep interfering? That's my line. If I didn't know any better...I'd say you were the most persistent stalker I've met yet. He will not be forgiven. He will never be forgiven. On my soul is a lumen. He...will draw his last breath before me! Be careful, Cereza. Something big is going to happen to our world. I know where this is. I know when this is. The symbol of the Umbran Way! Bayonetta! Get away from me!Has come for our powers to become one again. Now, Umbral Witch. The left eye of darkness must return from whence it came.